今夜中の12時半なんですけども、たっくんが帰ってきました。でね、しかし問題がありまして、たっくん疲れてそのままガーッて寝ちゃったので、僕と久しぶりに対面するのは結局4日ぶりかなぐらいかな、うん、そう、4日ぶりに、まあ、パパと出会うと。朝起きたら真横にパパが4日ぶりにいると。たっくんの反応はどうなるのか。まあ僕の予想はいつも通りね、パチパチとかなんか、ね、遊び出すと思うんですけども、まあ僕たちはいつも寝てたら時にたっくんがね、朝6時ぐらいから起きて遊び出すので、まあそういう事件が起きるんだろうなと思って、今日はぐっすり寝たいなと思います。たっくん、おはよう。うん、嬉しいね、嬉しい。たっくん、おはよう。痛い、痛いよ、ママ痛い、ママ痛い。ああ、たっくん、たっくん、取ってかいよ。たっくん、てか、教えてくれ。うたっくん、起きろ。痛いです、ママ痛い。痛いよ。嬉しいね、パパ。全力で愛を表現する。たっくん、おはよう。嬉しかった人。